一発撮りでいきます。はい、お願いします。4、3、KHB 東日本放送の香川です。ベガルタ仙台の試合、4月24日のコンサドーレ札幌戦についてお話しします。前半は素晴らしい出来でした。開幕当初とは打って変わって、選手たちに自信がみなぎっているように感じました。ルーキー加藤のリーグ戦初ゴールで1対0、前半をリードして試合を折り返しました。しかし後半2点を奪われて逆転負け、終わってみれば本当に悔しい、今シーズンもしかしたら一番ショックなゲームだったかもしれません。さてこのゲームですが、会場が札幌厚別公園競技場、ベガルタを長く見ているサポーターの方ならよくご存知かと思いますが、ここはベガルタにとって鬼門と呼ばれる場所です。書いてみました。これまでの対戦成績、今回の負けを入れてですね、1勝1分け11敗という、本当にこの相性が悪いですね。この11敗、新聞の記事などをご覧になった方は、2つ多いんじゃないかとおっしゃる方もいると思うんですけれども、私の場合この JFL のですね、1996年97年ブランメル仙台の時に負けた2つの試合も、念のため入れておきました。公式戦ですので、このぐらい相性が悪いんですね。ちなみに一昨年初めて厚別で勝った時には本当に嬉しかったです。結論として、選手たちは、チームは手倉森監督の下でいろいろ修正して次のゲームに臨むと思うんですが、まあ、見ている応援する私としては、もうこれは相性のせいに逆にしてしまおうと、まあ、鬼門と呼ばれるとこだったんで相性がやっぱり悪かったんだということにしてしまって、気持ちを切り替えて次のゲーム応援したいと思います。次こそ勝ちましょう。ありがとうございました。